ヨハネス・ブラームスのピアノ競奏曲第2番変路町長作品83は初期の作品であるピアノ競奏曲第1番より22年後に書かれたピアノ競奏曲公共曲第2番やバイオリン競奏曲と並ぶブラームスの成熟期前世期の代表作であり最も有名な作品の一つでもあるブラームスの作曲の師匠エドアルト・マルクス全に 検定された。初めてのイタリア旅行にインスピレーションを得て1878年に作曲が開始され、ウィーン近郊のプレスバウムに滞在中の1881年に完成された。この間にバイオリン競争曲の作曲に集中していたため、2回目のイタリア旅行から帰国後一気に書き上げた。イタリアで受けた印象をもとに書かれているためブラームスにしては、 明るい基調で貫かれている。楽曲構成上は、ピアノソロが単独で自由にそうする過電差的な部分はないともいえ、ソリストの超絶技巧の見せびらかしとしての、競争曲という従来の競争曲観からは、意図的に距離を取った作品であるが、それにもかかわらず、この作品が現実に要求する桁外れの難技巧は、多くのピアノ奏者や教師をして、 最も難しいピアノ曲の一つと呼ばせてもいる。ピアノ競争曲第2番の一般初演は1881年11月9日、ブラームス本人の独創、アレクサンダー・エールケルの式によりブダペストで行われた。不評だったピアノ競争曲第1番と異なり、この作品は即座に各地で大成功を収めた。ブラームスはその後ドイツ、オーストリア、 オランダでこの作品の演奏会を繰り返し開き、そのうちのいくつかは、ハンス・フォン・リューローによって指揮された。一般的に古典派、ロマンハイコーの競奏曲は三楽章から構成されるが、この作品は公共曲のようにスケルゾ楽章を備えた四楽章からなる。変度長調、四、四拍子、そなた形式。二短調、三、四拍子のスケルォ。 複合三部形式。スケルツオイリの競奏曲としては、アンディ・リトルフの5曲の公共的競争曲、フランツ・リストのピアノ競奏曲第1番という、洗礼がある。ヘンド長長・長6、4拍子、複合三部形式。この楽章からトランペットとティンパには使用されない。バイオリン競奏曲、第2楽章の覚えのように、主題提示を、ピアノではなくチェロ独奏が行う。 ヘンド長長に4拍子、ロンド形式。独奏ピアノ、フルートに、オーボエに、クラリネットに、ファゴットに、ホルニ四トランペットに、ティンパニー1体、弦5部。約50分。ブラームスがその完成校のコピーを送った友人、下界兼バイオリン奏者のテオドール・ビル・ロートはこの作品を、その規模の大きさにもかかわらず、ピアノ商品集と表現した。実は、 ブラームス本人もこのような逆説的な表現をわざと使っていたようである。ピアノの弟子であり相談相手でもあったエリーザベト・フォン・ヘルツォン・ゲンベルクへ宛てた手紙の中でブラームスは長大で劇的な第二楽章を小さなスケルツォと呼んだ。同様に陽気な公共曲第二番の時には出版社に こらえがたいほどに悲痛な作品であると伝え、さらには、楽譜は、葬式の黒枠を入れて印刷してほしいと申し出たという。ありがとうございます。